丸子タマセ、離れすぎよ。やってます。帝国軍が突破されたよ。うろたえるな。後方はこの絵が固めている。丸々から各機、落ち着いてフォーメーションを維持しろ。丸六、速度をもっと上げられないの？構いません、白金、速度を上げなさい。早くなさい。四時方向より機影多数接近。稜線の向こうからいきなり。全機兵器使用自由。確固の判断で応戦。丸六の生存を最優先せよ。ただし、むやみにこちらから仕掛けるな。向こうは迂闊に手出しできないはずだ。了解。国連軍及びこの絵部隊の指揮官に告ぐ。我に攻撃の意図あらず。繰り返す。攻撃の意図あらず。直ちに停止されたし。機関らの行為は我が日本国主権の重大なる侵害である。バカ野郎、ロックをするな。殺されたいのか。こちらはアメリカ陸軍第66戦術機構大隊。速度落とすんじゃない。早く行け。ここは任せろ。207リーダー、了解。作戦に変更はない。安心していけ。207各機、フォーメーションを維持し最大戦闘速度。了解。来ました。機影8位、アメリカ軍のストライクイーグルです。米軍機に次ぐ。直ちに戦闘行為を停止せよ。繰り返す。直ちに戦闘行為を停止せよ。 Attention, unidentified craft. Enable your real-time translator or follow UN military protocol and transmit in English, the official international language. 諸君の行為は重大な内政干渉である。直ちに戦闘行為を中止せよ。 I say again, transmit in EnglishThe international language. We can't understand what you're saying. 米軍機に次ぐ。英語などクソくらえ。繰り返す。英語などクソくらえ。What? 尻尾を巻いて逃げ帰った貴様らが、今さら日本に何の用だ。忘れ物でもしたのか、マヌケめ。撃ってきました。ストライクイーグル8、手強いぞ。フォーメーションウィング3で包囲殲滅。兵器使用自由。ストライクイーグルとドッグファイター無茶だ。エレメントを崩すな。7時方向より砲撃。いきなり機影が。バカな、レーダーに反応は。識別該当データなし。アメリカ軍の侵入。ラプターだ。電気3回フラットしてた。All units, give me a status report. Spike 2, all green. Spike 3, no problem. Spike 4, A-OK. Excellent. The enemy forces are surrounding our friendlies. We'll flank them and intercept. Follow me. Thank you.
白金、大丈夫ですか？顔色が優れませんよ。そうですか。では私に構わず速度を上げるがよい。心配はいりません。操縦の心得は多少あります。飾りとはいえ軍の最高司令官なのですからね。そうです、まだ実機で96時間ほどですね。ゆえあって今は手元を離れてはいますが、私専用の機体もあるのですね。そういえば、そなたの操縦はどこか変わっていますね。先ほどから感心していました。不思議そうな顔をしていますね。将軍が戦術機を操るというのは、そんなにおかしいことですか？本来、将軍家に生まれし者は、戦においてその先頭に立つ責務があるのです。もちろん今では将軍自らが戦場に赴くことはありません。ですが将軍家縁者であっても戦に赴く者は今でも少なくありませんよ。そしてそのような者たちを守護するためにこの衛軍はあるのです。ところで白金、この部隊に随伴しているこの衛の指揮官は月読み魔の注意でありましょうか？先ほどの無線で第19独立小隊の名前を聞きました。だとすればおかしいですね。白金、そなたに尋ねたいことがあります。207戦術機構小隊に次ぐ、私はアメリカ陸軍第66戦術機構大隊指揮官毛健少佐だ。いえ、現在我がアルファ中隊が時間を稼いでいるが、飢餓の戦力差を考えれば楽観できる状況ではない。我々は亀石峠で諸君らの到着を待つ。到着次第補給作業を開始する。下級的速やかに合流せよ。以上だ。良いのです。アメリカ軍兵士たちの命がかかっていましょう。先を急ぎなさい。よしなに。丸々了解。各機500刻みでリンク。タイミングは06に同調。はい。構いません、気遣いは無用です。何か。白金、もしやそなた足が痛いのではないですか？私がずっと腰掛けているものですから。そうですか、痛かったら遠慮なく申すのですよ。
先ほどの話そうであった。そなたに尋ねたいことがあったのです。つくよみ注意が随伴しているということは、そなたの部隊にも竹見和地が配備されているはずなのですが。それよりも明夜様、竹見和地をご用意いたしました。何とぞ。己の部はわきまえているつもりだ。一階の訓練兵には吹雪でも身に過ぎるというもの。おやめください、明夜様には。くどい、すぐに搬出いたせ。他の者が何事かと思うであろう。この竹見和地は明夜様の御ためにあるのです。明夜様のそばに置くよう命ぜられております。どなた様のお心遣いかは明夜様もご存知のはず。私のことはよい、早く行け。行かんか。なりません。こればかりはいかに明夜様のご命令といえどなりません。おのれ。恐れながら明夜様、つくよみ様とて殿下を案ずるお気持ちは明夜様と同じ。しかしながら私どもにとりまして明夜様も大切なお方。控えろ、ともえ。さようでございます。私どもとて身を引き裂かれる思いでございます。明夜様、どうかつくよみ様の心中お察しくださいませ。殿下直々に賜った明夜様のおそば役を私どもがどうしてないがしろにできましょう。白金。はい、先ほど話した私の専用機です。見当たらないようですが、何故でしょうか。白金、そなたは初めて会った時私を明夜と呼びましたね。明夜が、ミツルギ明夜がこの舞台にいるのでしょう。ではなぜ竹見和地が見当たらないのですか。そうですか。あの者らしい。あの者は今まで一度たりと私の贈り物を素直に受けてくれたことがないそうです。時に白金、あの者は日頃どうなのですか。はい、よい、かしこまるでない。そなたの話しやすい言葉をお選びなさい。そうですか。白金がそう感じるのであれば、あの者は相当そなたに甘えていますね。私が聞き知る限り、あの者はそのような弱さを人に気取られることすらよしとしないはずです。されどそなたとこうして話をしていると、それも理解できるような気がします。鎧が言ったように、
そなたが変わり者だからなのでしょう。本当に不思議な男ですね、そなたは。何か。よい。そなたは国連の英士、知らなくても無理はありません。あの者は斧が身の上をそなたになんと。それに何でしょう、そっくり。それはそうでしょう。私とあの者は血を分けた双子なのですから。メイヤにはね、双子のお姉さんがいたんだって。いにしえより公務員家には双子は世を分ける意味語だとするしきたりがあるのです。三剣家では双子は家を分けるから縁起が悪いって言い伝えがあって、メイヤは養女に出されたんだって。でもある時事故でご両親とお姉さんは亡くなって、跡取りはメイヤだけになって、そのしきたりによってあの者は生まれてすぐに桃園の三剣家に養子に出されたのです。ですからあの者と私は幼少の頃より直接話をしたことも一緒に遊んだこともありません。斧が素性と関わりなく生きてゆけたならば、それなりに平穏な暮らしを営むこともできたでしょう。されどあの者は幼少よりことあらば私の身代わりになるよう教育され、常に周囲からそう扱われてきたのです。メイヤという名はあの者に刻まれた意味語であるという証。メイという字は闇を意味します。私の名にある火は日の光を意味しています。その生まれゆえ、意味語として家を追われ、身の上を語ることを禁じられながら、その生まれ、私の姉妹であるがゆえに、祭り事の道具として扱われてきたのです。今、そなたの舞台に席を置いていることもそうです。高貴なるもの、常に民の藩たるべしという将軍家の責務を報じているのは事実ですが、あの者は別の良しを持ってここにいるのです。君はこれだけの豪華メンバーが偶然に集まったとでも思っているのかい？あの者は国連に対する日本の真偽の証として横浜基地にいるのです。ありていに言えばそのようになりましょう。情けないことですが、私がそれをあの者に強いてしまっているのです。私はあの者を失望させたのかもしれませんね。そうです、そうであればよいのですが、
私ではない。ただこの苦しみを一人抱えていることを思うと、私は。白金、そなたに頼み事があります。これをあの者に渡してください。これがあの者と私が共に過ごした証なのです。たとえほんの数日でも、こたび身の回りの品で持ち出せた唯一のものです。あの者が心許すそなたから渡してほしいのです。そなたからであれば、きっとあの者も心よく受け取ってくれるでしょう。わかっています。そなたの話を聞いて、あの者の思いはよくわかりました。あの者に双子の姉などおりません。そして将軍にも双子の妹などおりません。お願いします。207戦術機構招待各機に次ぐ。よい。現在敵部隊は山伏峠に到達。友軍部隊は交代を開始した。しかしながらこの交代は包囲殲滅を回避するための戦術的なものだ。敵の圧力は侮れないものがあるが、飛騨の撃墜比は依然7対1の優勢を維持している。目下のところ事態の推移は予想の範囲内であり、作戦及びルートに変更はない。207戦術機構小隊は補給完了次第現体系を維持し先発。両翼と最後部は我々が固める。なおこれ以降、207戦術機構小隊は我が第66戦術機構大隊の指揮下に入るものとする。以上だ。私は大丈夫です。構わず任務を遂行なさい。
ありません。白金、そなた私の話を聞いていませんね。黙りなさい。何が持たないというのです。ならばよい。いかほどひどくなろうと、加速度病ごときで命を落とすことはありません。されど、もし速度を減じれば、また多くの将兵の命も失われることになるやもしれません。これ以上は、ありません。ハンター1より各機、旧三島市街136号線跡を進軍してきたとみられる敵部隊が冷川料金所跡周辺に到達した。第174戦術機構大隊が現在交戦中だ。Keep their heads down! You fucker! ストライクイーグル 36! 思ったより多いぞ！好都合だ！前期続け！All units, listen up! Pull back into the mountains and form a defensive line! They're pushing up too fast! Don't let them get through! What the hell? There's more of them at 2 o'clock! Fall back to the mountains! Stay in your element! There's 12 of them! And more incoming! Move it! They're surrounding us! Damn it! It's a whole squadron of 94s! You can draw them into a dogfight. Even 94s aren't...So fast. Are those really 94s? P9, 11, fall back! Maintain formation! Watch out for the ones in Russian camo! Hit quicker than the others! Russian camo? Then they're aces from the Fuji Training Corps! Watch your ass! All platoons, pull back in time in one formation! Form at the defensive line, ASAP!
という状況だ。前期現体系を維持、最大戦闘速度でヒエカーを突破する。174大隊が相手をしているのはおそらく富士駐屯地の部隊だ。まさか富士共同団まで決起部隊に呼応して。実験開発部隊を要する帝国軍の再精鋭部隊だ。174大隊が長時間持ちこたえられる保証はない。この状況から考えて富士の部隊は奴らの切り札に違いない。だが逆に我々がヒエカーを突破してしまえば奴らに打つ手はないということだ。〇〇から20ならカッキー聞いていたな。ここからは時間との戦いだ。フォーメーションコースを維持、最大戦速。シノマネ、私に気を使うでありませんよ。ハンター1よりヒートリーダー、コース変更なし。繰り返す、コース変更なし。Hey, leader, roger that. Make it quick.ハンターワン了解。諸君に神の加護があらんことを。マルマルから20ならカッキー、ブーストジャンプのタイミングはマル6に同調。了解。ハンター1より各リーダー、隊形を20706を中心にトレイル1。第207小隊は左側面、第19小隊は右側面で敵の突出に備えろ。了解。なお207各機はやむを得ない場合のみ応戦せよ。貴様らは脱出が最優先任務だ。20700、了解。ハンター1より各リーダー、敵が料金所跡に達した。だが将軍がこちらにある限り敵は迂闊に手出しはできない。現体系を維持し全速前進。了解。ハンター9およびハンター13、諸君の中隊は先行し、敵包囲網の完成を阻止せよ。ハンター9、ロジャーだ。ハンター13、ロジャーだ。
ハンター1よりハンター5、君は2小隊を率いてここに留まり、追尾してくる敵部隊を叩け。ハンター5、ロジャーザット。ハンター1より各リーダー、このままのコースを維持し中央を突破する。了解。前期フォーメーション維持のまま最大戦速、このまま追跡部隊を引き離す。富士見台跡を通過後、歩幅飛行に行こう。谷川に。〇〇より〇六、秘匿回線の使用許可。な、落ち着け白金、殿下がどうされたのだ。何？症状は？嘔吐は？そのまま待て。ハンター1より部隊各機、約2マイル先の谷まで歩幅飛行で移動。高度制限は100フィートとする。到着後、丸の区以外の各機は散開して周囲の警戒に当たれ。ハンター2ポジション確保。1901配置確保。20701ポジション確保。よし、各機指示あるまで全周警戒を維持せよ。ハンター2了解。1901了解。20701了解。白金、殿下のご容態はどうだ。バイタルデータはモニターできるか。軍曹、訓練部隊のファストエイドキットは国連 E 規定に準拠したものか。は、アメリカ軍と同じものを使用しております。白金訓練兵、スコポラミンはもう投与したのか。限界量のスコポラミンが効かないか。処置内容は、許可する、応急処置を実行に移せ。軍曹、箱根脱出以降で。
これは侍従長が言っていたのですが、殿下はこの騒乱が始まってから一睡もされていないそうです。また殿下のお立場や状況から考えれば、精神的な負荷もかなり加わっていると思われます。なるほど、そんなコンディションで実戦の戦術起動では無理もないな。白金訓練兵、殿下にトリアドラムを投与しろ。早くしろ。精神安定剤の投与は重度加速度病に対する通常の処置だ。お待ちください少佐。殿下の症状と戦況の好転から考えて、さらなる投薬のリスクは不要ではないでしょうか。その通りです少佐。安静が確保できるのであれば問題ありませんが、この後も戦術機での移動が続く以上、トリアドラムの注意。本作戦において君はオブザーバーだ。通信の傍受は許可したが、発言する権利を認めた覚えはないぞ。睡眠導入効果が高いトリアゾラムは同時に筋弛緩を引き起こします。睡眠状態での嘔吐により窒息死する可能性を看過するわけにはいきません。なるほど、可能性は否定できない。だがそれはあくまで可能性の話だ。殿下の容態を鑑みれば、一刻も早く戦域を離脱するのが最良の選択だ。我が軍が敵の追撃を阻止している間に歩幅飛行で移動すべきだろう。お眠りいただくことで速度を上げ、移動時間を短縮できれば、殿下が戦術機に乗られる時間も敵に発見されるリスクも少なく済む。トリアゾラムの投与が必ずしも適切な処置でない以上、殿下の体調回復のため10分以上の休息時間を取るべきと愚信いたします。キットにある精神安定剤はトリアゾラムのみ。これは現状取りうる最良の選択だ。加えて短時間の休息で殿下が回復する保証はない。180秒後に移動を再開する。白金訓練兵、上官の論議に口を挟むな。白金訓練兵、何をしている。早くトリアゾラムを投与しろ。ならんぞ白金訓練兵。少佐、休息時間の最高を愚信いたします。注意、我々国連軍の任務は反乱軍から将軍を守り無事脱出させることだ。そしてもう一つ、指揮官である私にはできうる限り君たちを含めた部下の安全を図る義務がある。本作戦は日本政府の要請により実施されているものだ。反乱軍側の人間でない限り任務遂行を邪魔するべきではないと考えるが、富士共同体の例もある。帝国軍のどの部隊が反乱に参加しているかすらわからない状態でのんびり時間を潰している余裕はない。少佐、皇帝陛下は未だかの者たちを反乱軍とは戦しておりません。まして殿下は皇帝陛下直々に国事全般をお預かりしている身です。殿下の大事は政府の要請に勝ります。どうか命令の再考を。くどいぞ注意、君には国連軍の作戦に意見する権限はない。危険な副作用がある薬物を
他国の首脳に独断で投与する権限が一階の部隊指揮官に与えられているとでもお思いか。命令の再考を愚心いたします。少佐、本作戦成功の暁には殿下を救出したアメリカに対する日本の国民感情は一気に好転すると思われますが、しかし殿下に対する薬物過剰投与の情報が漏洩すれば、たとえそれが最善の措置であったとしても国民の対米感情がさらに悪化することは確実です。そうした状況はアメリカ政府が負ったリスクと労力に見合わないと考えますが、軍曹、君も確か日本人だったな。はい。君たちの将軍に対する忠誠、思いの深さには敬意を表する。君たちがそうであるのと同様に、私も私の部下たちも祖国であるアメリカに忠誠を誓った軍人だ。国民や国家の安全を守るための命令には従う。そしてこの作戦も任務である以上全力を尽くす。だがこれだけは言わせてもらうぞ。この人類滅亡の危機に極東防衛の要衝たる自覚もなく、無意味な内戦に突入し貴重な戦力や時間を浪費している愚かな国家、それが君たちの国日本だ。その幼稚でくだらない国のために私の部下が命を落とすことは絶対に我慢ならん。そして今ここから数マイル後方でそのクソ忌々しい事態が現実となっているんだ。注意の提案する10分の休息時間の間に敵味方何人の命が失われると思う。それは本来人類の宿敵ベータと戦うべき命なのだぞ。少佐のご指摘はもっとも。帰国との戦争に敗れた後、我が国は誇りを失い、政治は疲弊し、情けなくも今や他国の干渉に翻弄されるありさま。されど機関の将兵の命を危険にさらしているのは私どもでも、まして殿下でもありません。極東での復権を欲するアメリカ政府です。なれば先の物言い、まさに陰口がごとき泣き言に過ぎぬ。私ども相手に漏らすのは筋違いも甚だしい。その程度の覚悟と忠誠ならば遠慮は無用。またあの時のように安全な北米大陸へ帰られよ。言葉が過ぎます、月読み注意。本作戦での立場をお忘れですか。先ほど上官の議論に口を挟むなと訓練兵をたしなめていたな。部下への反は己が態度で示すがいい。注意、今般の作戦を主管する国連軍の名において警告します。機関の発言は挑発的意図が散見され、今後の任務遂行の障害となる恐れがあります。なるほど。任務の障害となる我々近衛部隊を国連が反乱軍と認定し排除する、そう言いたいのだね。警告と申し上げました。以後ご自重ください。できぬとしたらいかに。やめたまえ中尉、時間稼ぎはもう十分だ。見事に乗せられてしまったものだ。その挑発が全て演技だったというわけでもあんまい。調査のおっしゃる意味が分かります。まあいい。ところで軍曹、君は知っていて乗った口かね。
丈夫。大丈夫かな。ちっと。6-7-1の総裁は、アキビキと所属の部隊。少佐、あれは、おそらく。エアボーンだと。バカだ。ありえん。完全にしてやられた。戦術機に空挺、ましてや危険区域での航空機使用などありえないという硬直化した思考の隙を突かれたのさ。国連軍指揮官に次ぐ、私は本土防衛軍帝都守備第一戦術機構連隊所属の佐切直哉である。直ちに戦闘行動を中止せよ。我々の目的は戦闘ではない。繰り返す。直ちに戦闘行動を中止せよ。繰り返す。直ちに戦闘行動を中止せよ。故あって決起し、立場を意味する諸君らと対峙しているが、我らの目的は戦闘ではない。諸君らが無法にも連れ去ろうとしている我らが殿下をお迎えに上がったのだ。いささか一方的ではあるが、諸君らにただいまから60分間の休戦を申し入れる。なおこの休戦は公務員夕日殿下のご尊命にかけて履行されるものである。我々からそれを破ることはありえない。その間、現在置かれている状況、諸君らが我が国に対し行っている行為の当否を冷静に熟慮し、現実的で誠実な対応を取られんことを切に願う。60分後、再びオープンチャンネルにて呼びかける。返答なき場合、我らは必要と思われる全ての手段をもって事態の収拾を図る。そう心得られよ。以上。反乱の首謀者が最前線に現れ、60分の休戦を通告。どう考えても罠だ。状況から考えて不自然すぎる。冷川周辺を制圧した敵部隊が我々の後方を固めるための時間稼ぎなのではないでしょうか。そのさらに後方や旧下田から北上しているであろう友軍もその分接近するのだ。リスクに見合う行動ではないな。リスクがないからこその休戦申し入れとも考えられます。どういうことだ。無線封鎖し、センサーはパッシブ、部隊各機のデータリンクも有線である現状では、後方の状況は推測でしかありえません。東京からの友軍追撃部隊が全滅しているというのか。我々のマーカーが消えたのに、旧下田のアメリカ軍は動きもしないと。可能性は。それこそ推測だ。この休戦の狙いはおそらく将軍のダッシュだ。戦術機ではなく、歩兵部隊で奇襲をかけるつもりだろう。行軍距離と将軍上機を特定する時間を考えれば、60分という時間はうなずける。お言葉ですが少佐、60分間の休戦は絶対に履行されます。その根拠は？
帝国軍人が将軍の名において発した言葉を翻すことは、おそらくありえません。君も同意見か、注意。は、殿下の置かれた状況、国の現状を憂えて立った者たちです。神宮寺軍曹の言う通りだと考えます。自らが寄って立つ者を恥ずかしめることは、絶対にありません。なぜ君たちがそこまで敵を信用できるのかわからんが、どちらにせよ時間が稼げること自体はこちらにとっても好都合だ。休戦に応じる。下記は現ポジションを維持。殿下には戦術機から降りてお休みいただこう。は。軍曹。は。念のため歩兵の襲撃に備える。207小隊は殿下の警護に当たれ。あ、訓練兵を殿下の直営に当てるのですか？軍曹、少佐は今のうちに訓練兵を休ませておけとおっしゃっておられるのだ。少佐、我が部隊の衛士も戦術機から降ろし、周囲の警戒に当たらせます。よかろう。この絵である君の任務を果たせ。は。少佐、お心遣い感謝いたします。状況はもっと厳しくなる。頼んだぞ。は。この人類滅亡の危機に極東防衛の要衝たる自覚もなく、無意味な内戦に突入し、貴重な戦力や時間を浪費している愚かな国家、それが君たちの国、日本だ。その幼稚でくだらない国のために私の部下が命を落とすことは絶対に我慢ならん。
目的が同じであっても重んじるものが違えば道をたがえることもある。理解できぬというのなら足様に断じるでない。私も国連職員である前に、一人の日本人として、日本主導のオルタネイティブ4を完遂させたいのですよ。確かに事務次官の言葉に嘘はないと思いますわ。あの方なりに人類全体のことを思い、信念に基づいてその責務を果たしていらっしゃるのでしょう。たとえそれが将軍家ゆかりのものだろうが、首相の娘であろうが、実の娘であったとしても犠牲は厭いませんよ。その犠牲を最大限に生かす方法とタイミングは十分心得ているつもりだよ。私も光月博士も。人類を救うっていうあんたの決意、自分で思っているほど固くないんじゃないの？
白金、何やってるのよ。そう。さっき栄養剤と興奮剤を打ったわ。白金は大丈夫そうね。殿下のご様子はどうなの？え？ごめんなさい。聞いちゃいけない情報だったわ。殿下は軍の最高司令官なんだから、英式教練くらい当たり前でしょ？そうね。で、何か話があるんじゃないの？今のところ私は大丈夫よ。こんな状況でも結構冷静だし。何よ。そうは見えないって顔ね。あなたが来た理由、当ててみましょうか。親の仇を目の前にして、いつ私が暴走するとも限らない。だから釘を刺しに来た。間があったわ。じゃあ、何しに来たの？なら、放っておいてちょうだい。おせっかいもいい加減にして！放っておいてって言ったでしょ？私は大丈夫だって言ってるじゃないの。いいわよ、もう。
余裕あるね。殿下は。どういうこと？ブリーフィングでは伏せられてた。今はどうなの？そう。そうだね。行かないの？殿下のところ。だからブラブラしてるんだ。ほんと余裕あるね。他人を構う余裕私にはない。だけどあの人が来ても私は大丈夫だから。私のことはほっといて。ごめん、本当に疲れてるから休ませて。確かめに来たんだ。正直なのはいいことだけど、こっちもいろいろある。そんなこと今聞きたくない。白金も疲れてるね。休んだ方がいい。もういいでしょ。休ませて。訓練兵を出撃させるなんて、極東国連軍の人手不足は相当深刻ね。あなたも災難だったわね。あ、いえ。私もね、まさか人間相手の作戦に駆り出されるなんて思ってもみなかったわ。日本には一度来てみたいと思ってたんだけど、こんな形でそれが叶うなんてね。はい。すみません、少尉。こんなことになっちゃって。え？今は、人間同士で戦っている場合じゃないのに。どういうこと？どうしてあなたが謝るの？え？その、
もしかして、あなたは日本人？はい。そうです、少尉。なるほど。そういうことか。じゃあ、なおのこと辛いか。同胞に銃を向けるんだからね。任務、ですから。そう。私ね、フィンランド人なの。え？戦災難民なのよ。ほら、私の国、もうなくなっちゃったから。私、なんて言ったらいいか。別にいいのよ。気にしないで。どうして、フィンランド人のあなたが、アメリカ軍にいるんですか？そうね。理由は二つあって、まず、アメリカの市民権を取得するためね。市民権？そう。戦災難民が市民権を得るには、軍に入って、除隊まで勤め上げるしか方法がないのよ。だから、今回派遣されている部隊のほとんどの人間が、私と同じ戦災難民からの志願兵。お偉いさん方を除いてね。あの地獄、ヨーロッパから生きて逃げ出せただけでも随分贅沢なことなんだけど、私が市民権を取れば家族を難民キャンプから出してあげられるからね。ということは、ご家族は無事だったんですね。母と妹はね。父は国軍に志願して、北カレリア戦線で行方不明。多分もう、死んじゃってると思うけど。すみません。私余計なことを。もう、今時珍しい話じゃないんだから、いちいち気にしないの。家族4人のうち3人助かったなんて、奇跡よ。ごめんなさい。でね、入隊のもう一つの理由が、それ。それ？敵討ちってわけじゃないけど、父がそうしたように、私もベータと戦って家族を守りたい。お父さんと同じように。それで、いつかあいつらをヨーロッパから追い出して祖国を再建するの。父が命がけで守ろうとしたフィンランド。でね、私たちの家があった場所に父のお墓を建てて、そのそばで家族一緒に暮らしたいの。ところで、あなたの家族は？無事なの？あ、はい。パパと二人です。ママは、私が小さい頃、病気で死んじゃいました。そう。お気の毒に。いえ、私は最後まで、ママのそばにいることができましたから、少尉に比べれば、贅沢なことです。またさっきから気にしないでって言ってるのに。もしかしてそれ日本人特有のリアクション？すみません。私イルマ、イルマテスレフ。あなたは？タマセミキ。タマセです。ミキか。こんなこと言ったら失礼だけど、フィンランドだと男の子に間違えられる名前ね。
男の子ですか？なんか複雑ですね。ねえミッキー、いつか人類がベータに勝って私の国が再建されたら、お父さんと一緒にフィンランドにいらっしゃい。私が招待するから。本当ですか？私絶対行きます。でもフィンランドってすごく遠いですよね。確かに遠いけど、ソビエトを挟んで一つ隣じゃない。日本に一番近いヨーロッパなのよ。そうだったんですか？日本のことまで知ってるなんて、イルマ少尉すごいです。宿敵だったロシアを任したことのある唯一の国だから、多くのフィンランド人は日本に親近感と興味を持っているの。それにお互い第二次世界大戦の敗戦国だしね。ミキはフィンランドのことをあまり知らないので恥ずかしいです。だからこそミキには来てほしいのよ。いい？約束よ。はい、わかりました。だから早く終わらせようね。人間同士の戦いも、ベータとの戦いも。はい。その時までお互い絶対死なない。いい？はい。よし、じゃあ行くね。そろそろ交代の時間だから。あ、はい。少尉、お話できて楽しかったです。ありがとうございました。私もよ。約束忘れないでね。はい。あれ、タケルさん、どうしたの？え？もしかしてずっと見てたの？え？別に謝ることじゃないですよ。自分の命も危ないのに、私のこと気遣って励ましてくれて。自分の国がなくなっちゃって、家族や死んじゃったお父さんのために戦ってるのに。フィンランドを取り戻すために戦ってるのに。なのに私のパパがあの人たちを巻き込んじゃったのかもしれないんだよ。パパはいつも言ってた。日本を守るためにはアメリカ軍の力が必要だって。
かしたらこのクーデターもアメリカ軍を引き入れるためにパパが。脚本を用意したのはおそらく国連上層部のオルタネイティブ5推進派と CIA でしょう。いつも通りだと思うけど。タケルは元気ないね。疲れてる？ひどいな。普通僕の元気な姿を見て俺も元気づけられたよとか言うのにな。どうしたの？ TPO がどうしたって？え、そんなことないよ。そりゃ疲れてないと言ったら嘘になるけどさ。無理はしてないよ。せっかくだからさ、もう少し話そうよ。うん、わかった。
ケルはさ、殿下を乗せてるでしょ。だから僕たちより責任が大きい分疲れてると思ってさ。なるほど、そう言われればそうかもね。が心配だよ。本当はそんなこと聞いちゃいけないんだろうけど。僕たちも頑張らなくっちゃね。タケル、ありがとう。タケルがいてくれてよかったよ。僕たちだけだったらもっと悪い状況になっていた気がする。もちろんタケルの OS のおかげで機体の性能が上がっていたことも大きいんだけど、なんていうのかな、こんな時だから言っちゃうけど、頼りになるっていうか、訓練学校に来た時からタケルは技能も知識もすごくてさ、覚悟や考え方も大人っていうか、まるで正規兵みたいでさ、ここにいてくれるだけで安心できるんだ。タイのみんなもきっとそう思ってるよ。なんか戦場ドラマなんかだとさ、こういう場面の後どっちかが死んじゃうパターンが多いんだよね。わかった。引き止めてごめんね。殿下をお願い。白金たける。探したぞ。休憩とはいえこの状況でうろつき回るとは、国連軍の程度が知れるな。まあいい、ついてこい。急げ、殿下がお呼びだ。殿下、白金タケルを連れてまいりました。ご苦労でした。下がりなさい。はっ。白金、ここへ。どうしました？楽になさい。このまま話す非礼を許すがよい。身を起こすと少々辛いゆえ。
本当にそなたは面白い男ですね。謝るのはこちらの方です。私が不甲斐ないばかりにそなたにはいらぬ苦労をかけましたね。そう言ってもらえるのは助かります。神代から状況は聞きました。時間が来る前にそなたと少し話がしたかったのです。そなたはどうなのです？疲れていますか？それも致し方ないことでしょう。訓練半ばの身でこのように困難な作戦に従事しているのですから。戦火を帝都から遠ざけるためとはいえ、そなたたち訓練兵を矢面に立たせてしまったこと、残念でなりません。それにしてもその黒い強化装備といい、卓越した操縦技術といい、つくよみの名を聞くまでそなたが訓練兵だとは思いもよりませんでした。そうですか。されど戦術機起動における突出した発想と柔軟性、国連軍正規兵とてそなたに被験するものは稀でしょう。鎧がそなたの期待を押したよし、特進しました。礼を言わねばならぬのは私です。そなたに心よりの感謝を。当然ですか。本来ならばそなたの技能、人類の旧敵ベータを打ち滅ぼすために用いられるべきもの、そなたのみならずこたびの騒乱に用いられているすべての将兵物資もしかり、それがこのような形で失われていくのは残念なことだとは思いませんか。私は先ほどから考えていたことがあります。何故あの時そなたがトリアゾラムの投与をためらったのか。その時のアメリカ軍指揮官とつくよみのやりとりは朦朧となりながらも聞こえていました。アメリカ軍指揮官の言葉、あの者の立場では正しいとそなたは思いませんか。
では、あの時の月読みの言葉はどうでしょうか。そなたはあれの言葉をどう受け取りましたか。双方正しかったのであれば、そなたは何故アメリカ軍の将校ではなく月読みの言葉に従ったのですか。敵を凌駕することが日常化し、政府や軍は本来あるべき姿を見失っているように見える。政府は民をないがしろにし、将軍家を傀儡に貶めた。己の都合や利益のみを考える輩が国を蝕んでいるのだ。そこから民を、将軍家を、そして国を救い出そうというのが彼ら決起部隊の考えだ。おそらくな。まずはベータを倒して戦争を終わらせるべきだろう。人間同士のいざこざなんて、その後で好きなだけやればいい。理解できぬのなら足ざまに断じるでない。無理に答えずともよい。白金、そなたはその優れた資質ゆえに、いつか人の上に立つこともあるでしょう。人の上に立つということは、多くの責任を背負い、多くの決断を下さねばならぬということです。国家や組織は、そのよって立つところが違えば、おのおのに理想や信念が異なるもの。それは人も同じです。何かなそうとすれば、必ずそれを良しとする者と悪しとする者がいるでしょう。されど、それぞれの立場に立って、物を見ることができれば、おのおのが拠り所とする正しさも見えてきましょう。そして、悲しいことですが、それらすべての者たちの望みを満たす道が常にそなたの前にあるとは限りません。その時そなたは何によって決断し、どのような道をかの者たちに指し示すのか。その時もしそなたに迷いがあったなら、原点を顧みること、立ち止まる勇気を持つのです。そして、自らの手を汚すことを厭うてはならないのです。道を指し示そうとする者は、背負うべき責務の重さから目を背けてはならないのです。私はあの時、流れに身を委ねたわけでも、己が死をもって責任を果たそうとしたわけでもありません。私が信ずる正しさに従い、トリアゾラムの投与が最良と判断したのです。私の話はそれだけです。休息中に大義でした。下がるがよい。
うしました？もう下がってよいのですよ。白金。何か申したいことがあるのではないですか？偽るでない。そなた、私を侮っていますね。そのような険しい顔をして何もないと申すのですか？今さら何を遠慮しているのです。そなたのような態度で私に接した者はこれまで一人としていませんでした。よい、私はそなたのその気安さが逆に心地よいのです。名也もあの者もそなたのそういったところに気を許すのでしょう。こたびそなたの世話になった分、あの者が世話になっている分、ささやかですが返させてもらえませんか？私では力不足でありましょうか？うん。そなたの言う大切なものとは？そうですね。白金、少し落ち着くがよい。一つ聞きますが、そなたは何故愛国心が足りないと思うのでしょう？
その違いが愛国心なのだとそなたは思うのですね。国との深い因縁、先ほども言っていましたね。どういうことでしょう。まさにこたびの件にただならぬ因縁を持つ者ばかり。驚きました。まさか鎧の娘までも。それは無理からぬことでしょう。そうでしたか。白金、そなたに頼みがあります。皆をここへ集めてください。そうです、国連軍、アメリカ軍、近衛軍、すべてのものです。アメリカ軍の指揮官に私の命令だとお伝えなさい。良いですね。時間がありません。急ぐがよい。敬礼。殿下、この度は拝謁の栄誉を賜り、恐悦至極に存じます。私は当任務部隊の指揮をしておりますアメリカ合衆国陸軍第66戦術機構大隊所属アルフレッド・ウォーケンショー様であります。検証さ、このような下級の折、皆を呼び寄せたことをお詫びします。恐れながら殿下のご要望に背き、数名の者を保証の任に当てておりますことをお許しください。気になさらぬがよい。そなたの任務は理解しているつもりです。はっ、ご後輩恐れ入ります。冒険少佐、こたびの我が国に対するアメリカ軍の尽力、日本国将軍として心よりの謝意を表します。なんと恐れ多い殿下、そのような。そしてすべてのアメリカ軍将兵の献身と義勇に、日本国将軍として心よりの謝意を表します。ウォーケン少佐、そなたの部下と話をしても構いませんか。
恐れながら殿下、そのお言葉を賜っただけで十分です。世界秩序と国連協調体制の維持に邁進することは、人類社会の一員である我が合衆国に課せられた責務であります。そして私たちは、合衆国に忠誠を誓った軍人。与えられた任務を達成することに全身全霊を傾けるのみであります。我が作戦部隊は必ずや殿下を無事に横浜基地までお連れいたします。お許しいただけるのであれば、私の部下へのねぎらいはその折に賜りたいと存じます。わかりました。面倒をかけます。はっ、お任せください。市民が市民権を得るには軍に入って除隊まで勤め上げるしか方法がないのよ。だから今回派遣されている部隊のほとんどの人間が私と同じ戦災難民からの志願兵。お偉いさん方を除いてね。では冒険少佐、国連軍部隊の指揮官をこれに。は、神宮寺軍曹。そなたは？国連太平洋方面第11軍横浜基地所属、神宮寺マリモ軍曹であります。神宮寺軍曹、こたびの国連軍の尽力、日本国将軍として心よりの謝意を表します。アメリカ軍と合流するまでの間、訓練部隊を率いての作戦遂行、誠に難儀でした。はあ、身に余る光栄にございます。して、かの者たちがそなたの部隊の英士ですね。はあ、第207英士訓練部隊所属の6名、いずれも日本国籍を持つ訓練兵であります。訓練兵でありながらこのような困難な作戦に従事するとは、さぞや辛いことでしょう。我が国のこたびの混乱、すべてこの夕日の力不足に端を発すること。同じ日本人として、国を預かる者として、心よりお詫びします。そんなでっか、大丈夫です。下がりなさい、つくよみ。はっ。神宮寺軍曹、そなたの部下と話をしてもよいでしょうか。はっ、どうかご随意に。そなたのお名前は？はい、榊千鶴訓練兵です。そうですか、そなたは。榊コレチカ殿は私の忠臣でした。常に日本の行く末を案じ、ことに望んでは滅私の精神で奮闘する傑出した政治家であり、大人物でありました。コレチカ殿の生き様には私も学ばせていただくことばかりでした。こたびのご逝去、感慨の念に耐えません。
ご無念いかばかりかと心中お察しいたします。お恐れ多いお言葉です。すべてはこの私の責任、そなたにはお詫びのしようもありません。父は殿下と帝国の民に仕える政治家としての職務に準じ、本懐を遂げました。決して決して殿下の責任では。申し訳ございません。深い悲しみのさなか、重責に耐え多大な尽力をいただいていることに感謝いたします。もったいないお言葉です。どうか今しばらくの間こらえてください。はい。そなたのお名前は？そなたが玉瀬玄城斎殿のご息女ですか。殿下、父をご存知なのですか。はい。これまで幾度か事務次官が日本においでの際お目にかかる機会がありました。お父上はご創建でありましょうか。はい。つい先日横浜基地の視察で来日した際に会いましたが、とても元気そうでした。それは何より国連の事務次官職は激務と聞き及びます。そなたも心配でしょう。はい。今時大戦における日本の戦略的位置は非常に重大ゆえ、我が国をめぐる政治的な背景は複雑を極めています。それゆえそなたのお父上は往々にして厳しい立場にお立ちになることでしょう。されど、そなたのお父上のたゆまぬ努力によって日本にもたらされる功績は決して小さくはありませんよ。私と同様、さぞやそなたもお父上を誇らしく思われていることでしょうね。だからこそ、そなたも国連軍に身を置いているのでありましょう。お父上と共に国際社会に奉仕する道を選んだそなたは立派です。こたびのご尽力にも感謝いたします。ありがとうございます。私の力不足でそなたにまでかような重責を負わせることになり残機に耐えません。しかしながら今しばらくこらえてください。そなたのお名前は？はい、鎧美琴訓練兵であります。そなたのお父上は鎧左近殿でしたね。え、殿下、なぜ僕、いえ、私の父をご存知なのですか。何でもそなたのお父上の会社は上大将の指定業者だそうで、幾度となくお目にかかっています。そうだったのですか。父の会社が上大将御用達ですか。はい。お父上の貿易会社には国内では入手困難となった物品を納めていただいています。その、私は父が何をしているのか正直よく存じませんので。そなたのお父上は職務上様々な政府の重要施設に出入りする身、上大将しかり帝都城もまたしかり、さすれば相応の守秘義務を課せられるのは致し方のないこと。
そなたのお父上はそれを守っているにすぎません。あ、はい、それはそうですね。加えてお父上はひょうひょうとしてつかみどころがなく、難解な話も多々あるゆえ、たとえそなたに話をしていたとしても伝わるかどうか。え、殿下にまでそのような、失礼な父をお許しください。よいのです。そなたのお父上のそういった性分に私は随分助けられているのです。え、父が殿下を？はい、お会いするたびにお聞かせいただく海外の面妖な土産話や簡略で日々の辛労を拭っていただいています。殿下にそうおっしゃっていただけると父も喜ぶと思います。最近顔を合わせていませんが、私も安心しました。そうなのですか。あまりお会いになっていないのですか。それを聞くとつくづく私の力不足を痛感します。かような事態を招き、そなたとお父上をますます遠ざけてしまいました。いえ殿下、決してそのようなことは。ましてやそなたは国連軍の訓練兵、かような困難に直面させていること、重ねて晩酌いたします。え、あの、その、私は国連軍所属ですが、殿下のお力になれるのであればそれは私の誇りでもあります。職は違ってもそれは父も同じだと思います。心痛の怒りではありますが、今しばらくこらえてください。はい。そなたのお名前は？はい、あやみね系訓練兵です。私の不徳がかような事態を招き、そなたのような訓練兵にまで過酷な任務を課す始末、こたびのこと申し訳なく思うとともに心より感謝いたします。いえ、任務ですのでどうかお気になさいませんよ。いえ、任務という言葉に置き換えたとしても将軍としてかような事態を招いた責任は消えません。ましてや飾りであるとはいえ、私は帝国軍の総司令官であり、そのための教育も受けてまいりました。訓練半ばであるそなたたちを戦場に赴かせることが統率の正道であるか否かは考えるまでもありません。私はこれまでに幾人かの将兵に指示しましたが、いずれの死も今のこの状況を嘆かわしく思っているに違いありません。人は国のためにできることをなすべきである。そして国は人のためにできることをなすべきである。とある師の教えですが、この言葉は常に私の心にあります。今この時ほどこの言葉の意味するものを大きく、そして重く感じることはありません。このままでは誠恩師たちに合わせる顔がありません。されど私も愚かな弟子のそしりに甘んじるつもりはありませんゆえ、今しばらくこらえてくださいませんか。はい。そなたに心よりの感謝を。白金訓練兵、成り行き上そなたとは存分に言葉を交わせましたゆえ、ここで多くを語るのはせんないことでしょう。されど改めてこれだけは言わせてください。
そなたに心よりの感謝を。白金、そなたが何がしかの答えを得る手がかりになるとよいのですが。アメリカ軍並びに国連軍英士の皆様、今しばらくお時間をいただくことをお許しください。長きにわたるベータとの戦い、そして好転しない戦局に我が国民の心は疲弊し蝕まれつつあります。されど今の私の力ではそれを癒すことすら叶いません。あまつさえ皆様の多大な尽力を得ながら足手まといとなる始末、我が身の至らなさ未熟さを痛感しております。それでも私は民を守りたい、民の心にある魂を、国を守りたいのです。私が守りたいのは人々だ。人々の心を、日本人のその魂を、志を守りたいのだ。古より脈々と受け継がれてきた心をな。国とは、日本とはそういったものを指すのだと思う。人のいない国はないのだから。私にはこの国の民すべてが大切な存在なのだ。私と同じくこの思いはすべての人が持っているに違いない。私はそう信じています。決起に走った者たちはその思いが強すぎたのでしょう。思いが強く純粋であるがゆえに立ち上がらざるを得なかったのです。確かに、かの者たちは腹からを殺めるという重い罪を犯しました。いずれその罪は法によって裁かれ、相応の報いを受けることになりましょう。されど、どうかかの者たちの一揆だけは、遊女していただきたいのです。本来その責めを負うべきは、この私なのですから。私は、箱根からこの場所に至る童貞において、皆様の思いや決意、痛切に感じ入りました。立場を意にする皆様が、おのおのの信ずる者のために戦場に身を置くことは、人類の存亡をかけた戦いにおいて、尊い行いでありましょう。されど、人と人とが愛争い、骨肉愛はむこの戦場では、その尊さも色あせ、空虚なものでしかありません。もうこれ以上、この状況を看過するわけには参りません。まして私ごときのために人類の守りたる者たちが奇跡にいるなど断じてまかりなりません。私が自ら決起した者たちを説得してまいります。恐れながら殿下、その提案には賛同いたしかねます。無礼を承知で言わせていただきますが、到底正気の沙汰とは思えません。少佐、
口を慎まれよ。よいつくよみ、少佐のお立場であれば至極もっともであろう。殿下、旧下田はもうすぐです。何卒。すべての者たちの望みを満たす道が常にそなたの前にあるとは限りません。その時何によって決断し、どのような道をかの者たちに指し示すのか、その時迷いがあったなら原点を顧みること、立ち止まる勇気を持つのです。そして自らの手を汚すことを厭うてはならないのです。そなたが何がしかの答えを得る手がかりになると良いのですが。心配はいりません。操縦の心得は多少あります。飾りとはいえ軍の最高司令官なのですからね。では尋ねる。つくよみ中尉、君は将軍を直営する任務を与えられた近衛軍の士官として、殿下のご提案を是認できるのかね。私は殿下のご意志に賛同申し上げます。中尉、血迷ったか。かの者たちは殿下を案じて決起した次第。どうして殿下に対し弓引くような真似ができましょうか。すでに奴らは自らの主張を翻し、帝都で戦端を開き、殿下と民間人を危険にさらしている。ここに及んで志を貫く保証などどこにもない。ではこの休戦の成立はいかに。殿下の奪取を目的とした歩兵部隊など未だ現れておりませんが。この休戦は奴らにとっては手段だ、目的ではない。目的である殿下を目の前にして何もしないなどと。エアボーン強襲という狂気を平然と実行するような連中の覚悟を侮るな。お言葉ですが、かの者を侮っておられるのは少佐です。私が侮っているだと。職業軍人である少佐にあの空挺を狂気としか理解できないことは致し方ありません。されど恐れ多くも殿下のご尊命において。その話はもういい。君に意見を求めた私が間違っていた。あくまでも殿下のご意志は勃却されるおつもりか。中尉、君には残念なことだろうが、私は日本帝国の軍人ではなくアメリカの軍人だ。もっと悪いことにこの部隊の指揮官でもある。そして私に与えられた任務は殿下を無事に横浜基地までお連れすることだ。はっきり言おう。協力するなら同行を認める。邪魔になるようであれば排除する。ではただいまここでそのようになさるがよい。つくよみ、下がりなさい。それ以上はなりません。は少佐、進化の無礼、平にご容赦。そなたのお立場もご意見も重々心得ております。は、恐れ入ります。されどこたびのよし、承認を求めているのではありませんゆえ、
そなたに従うことかないません。どうか許すのよ。殿下。つくよみ、竹三日槌を持て。はは。お待ちください。何事だ訓練兵、勝手に持ち場を離れるな。そなたは？国連太平洋方面第11軍第207英士訓練部隊所属、三剣明也訓練兵であります。殿下、ご尊顔を拝し奉り恐悦至極に存じます。こたびの件における殿下のご心痛のほど、私ごときには察することもできぬ深いものでございましょう。そして殿下の先ほどのご提案、それが民草への限りなき慈愛とご配慮にあふれたものであることは疑うべくもございませんが、しかし恐れながら現況を鑑みますに、少佐殿にも一部の利があるのではないかと召喚は示いたします。これ以上の無益な流血を避け、一刻も早い事態の収拾を図るためには、総国を乗り越え全部隊が一致団結することこそが肝要と存じます。それは十分存じております。では無礼を承知でご提案申し上げます。申すがよい。は、決起せし者たちを説得する大任、この私めに拝命賜りたいと存じます。誠に恐れ多いことではございますが、私は常日頃より殿下に生き写しとの声明を馳せております。お召し物を拝借するご無礼をお許しいただけるなら、おそらくかの者たちに感化される恐れはないと存じます。されど、この身を殿下のお役に立てる機会、今を置いて他にございません。何とぞ。そなたの申し出大変嬉しく思います。されどこれは私自身が果たさねばならぬ責務。恐れながら殿下、御身の責務とはそのようなことではございますまい。民を慈しみ、国土を育み、そしてそれらを広く深い徳をもって治め導く、それこそが御身に課せられた第一の責務ではございませぬか。今殿下に万に一つの大事あらば、遠からず帝国は滅びましょう。こたびの騒乱の責任が御身にあると申されるならば、今崇要なのはかの者たちを御自ら忠することではございますまい。ご心痛いかばかりかと存じますが、事後の民のためを第一にお考えくださいますよう伏して申し上げます。説得の大任、何卒ご裁可いただきますよう。わかりました。そなたに任せます。は、慎んで拝命いたします。そなたであれば、あるいは私より寿命にかの者たちを説きつけるやもしれませんね。王賢将さん、いかがでしょう。この者の案であればそなたにもご助力願えますか。
恐れながら殿下、改めて反対させていただきます。ご説明願えませんか、少佐。確かに殿下が危険にさらされるという最大の問題は回避された。だが私が反対した理由はそれだけではない。説得さえできれば何の問題もないが、それが成功するという確証はない。よって説得が失敗した場合の事前策は強行突破となるが、その状況下では敵の包囲を突破することは非常に難しくなるだろう。一番大きな問題が戦力の分散だ。頭数で不利な現状では絶対に避けるべきだろう。次が将軍登場期露見の確率が高まること。つまり強行突破の場合、殿下の上記を特定させず敵に攻撃をためらわせることが最大の利点なのだが、説得に向かった機体と真実味を演出するために随伴した護衛機の分、敵は的を絞りやすくなるというわけだ。加えて言うなら、殿下が偽物だと発覚した時の敵の反応は予測不能だ。今までの注意の話から想像するに、凄まじい怒りを買うだろうがな。あくまでも我らの任務は殿下を無事に横浜基地にお連れすることだ。無論これ以上の血を流さずに済めばそれに越したことはないが、以上の点において現状最も目的遂行の可能性が高い作戦は依然戦力を集中した中央突破に勝るものはない。数字で考えれば確かにそのようですね。リズメで固められる部分は可能な限り固める。数字が全てではないにしてもだ。少佐のご意見に異を唱えたわけではありません。むしろ訓練兵を替え玉に使うことで少佐の作戦の成功率を引き上げることが可能ではないかと考えます。構わん、続けろ注意。は、まずこの訓練兵が決起部隊の説得に成功するならばそれでよし。その通り。説得に失敗した場合でも、この者に注意を引きつけることで殿下をお乗せした機体の脱出をより容易にすることができます。その理由は、決起軍部隊の目的が我々の殲滅ではないからです。殿下さえ手に入れば逃げる者は追わないでしょう。彼らとてそこまでの余裕はないはずです。仮にこの者が決起軍に拘束されたとしても、替え玉であることに気づく頃には殿下は横浜基地に到着しております。一つ聞くが、今のプランは殿下のお望みとはだいぶかけ離れているが、この A 軍としては構わないと。この状況下で全体無事に帰還できる可能性は、いかなる作戦においても大差ないものと考えます。殿下のご提案とてそれは同じこと。説得が成功しても決起した者たちはいずれ処刑されます。殿下もそれを踏まえた上で先ほどのご決断をなされたということです。でもよ、ここに残していったらあのばあさん死ぬぞ。心の神様は噴火を止めたりはしてくれない。メイヤがあのばあさんを大切に思うなら、見殺しにするような真似をしていいのか。私はあのご老人が亡くなるかどうかは正直あまり問題ではないと思っている。あ？命があれば良いという単純な問題ではない。生きているのと生かされているのとではまるで違う。けどお前死んじまったら。そこに自分の意志があるかどうかが問題なのだ。それが反映できるかどうかが問題なのだ。言いたいことはわかるけどさ、タケルも考えてみてほしい。自分の大切なものが自分の意志とは無関係に奪われてしまうのだ。
殿下、そこまで。斧が未熟。恥じ入るばかりです。少佐は何か勘違いをされておられるようですが、この絵は常に、殿下の安全を最優先としているに過ぎません。我々の観点で、少佐の作戦以上に殿下のご提案が、そしてそれ以上にこの訓練兵の策が、殿下の安全において優れていると判断したまでです。なるほど。これまでの注意の言動が感情に支配されたものではなかったことは私にとって良いニュースだ。では少佐、作戦をいかがなさいますか？うん。国連の訓練兵は次から次へと。白金、控えていろ。な、貴様。黒金、黙れ。待て、軍曹。少佐、あの訓練兵、多少気になっていたのでな。行ってみろ。待つのは貴様だ、三剣訓練兵。訓練兵、他に言いたいことがあれば聞いておこう。
よせ白金、何を取り乱している。言いたいことは終わりか。訓練兵、確か貴様は私の命令を実行することをためらったな。貴様が指揮官だったとして、このような重要な任務を命令の実行をためらうような兵士に任せるか。ではそれが分かっていながらなぜ志願した。まさかとは思うけど、何の犠牲もなく何かを得ることができるなんて考えていないでしょうね。じゃあ自分が関与することで人が助かるのはいいけど、一人でも死人が出るのはごめんだってこと。殿下が、一つ聞くが、貴様の目標とは何だ。まさかとは思うが、食材のための志願ではないだろうな。戦が訓練兵を鍛え上げたということなのか。貴様の考えはよく分かった。だが貴様のタイプ97が短期で向かうというのはいかにも不自然だな。この絵の直演は真実味の上でも必要であろうな。でありましょう、少佐。貴様たちのプランを採用する。替え玉は白金機に登場、直演は月読み注意とする。了解。了解。殿下、ご裁可いただけますか。はい。では殿下、緊急事態ですので先に兵を解散させますご無礼をお許しください。構いません。儀礼よりも軍務を優先なさるがよい。ご後輩賜り恐れ入ります。ウォーケン少佐は、そなたに心よりの感謝を。殿下、これは任務です。そのお言葉、召喚にはもったいないと存じます。公務員夕日殿下に対し敬礼。各自戦術機の起動準備後、指示があるまで待機。解散。
敬礼。貴様はくれぐれも正体が見破られぬよう準備を整えておけ。了解。エビス、トモエ、殿下のお召し会を。了解いたしました。中尉と軍曹は5分以内に部下への指示を終わらせ私のところへ来い。作戦の詳細を検討する。了解。今は作戦を成功させることだけを考えろ。いいな。基地に帰ったらみっちり教育してやる。笑ったり泣いたりできないようにしてやるから覚悟しておけ。殿下がお話になったのか。いや、いいんだ。メイヤ様を頼む。ハンター1より下記、これより作戦を伝える。終戦終了60秒前、オープンチャンネルにて月読み注意が敵軍に対し交渉の意思があることを通告する。敵が交渉に応じればプラン A を継続、拒絶した場合はプラン B を優先する。プラン B はプラン A 第2フェーズ以降の流れとほぼ同一であり、作戦開始時の。いや、何でもない。よい、大丈夫だ。私のことは気にするでない。そなたはブリーフィングに集中するがよい。では引き続きプラン A の説明に入る。まずは下記の配置からだ。殿下に扮した三剣訓練兵は国連軍20706に登場している。交渉の場には福読み注意の1901が直縁として随伴する。ハンター2は丸の山側、ハンター3、ハンター4は岩山側より狙撃態勢で待機。現在殿下は帝国近衛軍1902に登場している。直縁は1903および1904。三剣訓練兵の20702を中心に後方で待機。了解。国連軍20703丸号の火器はその前方を固めろ。了解。状況次第では包囲の突破を試みる。理想的なのは伊豆高原方面へ脱出することだ。国連軍20700、01、04の火器は岩山南西部にて待機。了解。説得交渉のタイムリミットは交渉開始後20分とする。可能な限り時間を稼げ。了解。増援が合流する可能性を少しでも高めたいのであろう。20分を経過した段階でプラン A 第2フェーズに行こう。反乱軍を一部撃破し包囲を突破する。その際20702はオートパイロットで敵に突っ込ませる。この段階で訓練兵の正体がバレていなければ20706は敵を引きつけろ。殿下の直撃機以外は丸六をカバーし、おとりにリアリティを与えるんだ。敵を引きつけたところでプラン A 第3フェーズに行こう。殿下の搭乗機を脱出させる。また交渉が決裂したと判断された場合には即時プラン A 第2フェーズに行こう。各自心しておけ。戦闘が発生した場合、20706、1901は交代しつつ、ハンター2、ハンター3および4と合流。本体に接近する敵機を迎え撃て。その時には待機中の20700、01、04の火器もハンター隊に合流しろ。03と05は後方よりそれを支援せよ。了解。
帝国近衛軍1902以下の火器は包囲の薄くなった点を突破し白浜を目指せ。了解。なお本作戦中は情報漏洩を防ぐためにデータリンクの使用は禁じる。作戦の成否は各自の的確な判断にかかっていることを忘れるな。諸君の検討に期待する。了解。作戦開始まであと17分。各機10分以内に所定の位置につけ。以上だ。無論だ。サギリ隊員に次ぐ。私は帝国近衛軍第19独立警備小隊の月読中尉である。応答せよ。私は帝国近衛軍第19独立警備小隊の月読中尉である。私は帝国本土防衛軍帝都守備連隊サギリ隊員である。機関らの熟慮の結果聞かせていただこう。この通信は機関の要求に対する回答をするためではない。では何のための通信か。殿下が直々に機関と会って話されることを望まれている。それは事実か。それは機関が決めればよい。殿下のご要望疑うも信ずるも機関次第であろう。了解した。謁見の手はずを聞こう。殿下がお召しの国連軍機に現部隊にある全近衛軍4機が随伴する。国連軍機には殿下の他に A 氏が搭乗していることを念のために断っておく。落ち合う場所は天城高原インターチェンジ跡から直線にして約400メートルほど北西、伊豆スカイライン跡が河川及び道路跡と交差する地点としたい。いかがか。場所は確認した。そちらの手はずに従おう。だが接触後殿下にはこちらで用意する機体にお召し替えいただく。それが条件だ。機関はさておいても国連軍及びアメリカ軍の介入は明らかに主権侵害である。殿下のお言葉であればどのようなものでも賜る覚悟が我々にはある。だがその場に国連軍及びアメリカ軍が立ち会う道理はない。機関の主張は理解した。だがその条件は受け入れられない。その条件は当初の引き渡し要求を受諾するに等しい。そのような状況を殿下がお望みではないがゆえにこたび越権の運びとなったと知るがよい。何故我々は殿下のご存在を仰げないというのだ。それは殿下のご意志ではなく機関らの目論みではないのか。先ほども申したであろう。それを決めるのは機関だと。殿下はこれ以上の争いを望んでおられない。混乱を鎮めるために介入した国連軍とアメリカ軍に対し理解と感謝の念を示されている。それは同族相はむ無用な戦いを良しとされず、それに巻き込まれ苦しむ国民をおもんばかられた殿下のご心領に他ならない。殿下のご心痛機関であれば手に取るようにわかるはず。今ここで殿下のご意志を軽んじ無益な戦いをこれ以上長引かせることが機関らの言う断りにかなうものかどうか再考されよ。先の条件は撤回する。国連 A 氏の随伴も認めよう。了解。ではこちらも直縁を私のみとさせていただく。殿下の直縁が一機だと。機関はそれでもこの絵の将校か。これもまた殿下のおぼし召しである。そもそも殿下は機関らの越権に警護は無用とまで仰せになっていたのだ。なんと。されど
まず機関の志の真偽を見定め、その上でせめて一機はお供させていただくよう私が検索差し上げたまでのこと。殿下、機関を背踏みしたことは詫びる。されど直営が一機という由は機関を信ずる殿下の御心の証であると知るがよい。恐れ多いことだ。ここは殿下のご厚情を賜るがよいであろう。一切了解した。ではこれより謁見の場に向かう。その場には先んじて殿下をお連れする。機関は私の連絡を待て。待て、それでは礼に失する。私が先立ち殿下をお迎えするべきだ。機関の上位は理解している。されどここは殿下の保安を預かる私の差配に従っていただく。なるほど、了解した。機関が務めを果たすことに依存はない。こちらは2機で出向く。では機関からの通信を待つ。以上だ。タケル。1901より20706、サギリ帯域と随伴機の接近を確認。丸六正面20メートルにて停止。サギリ隊が機外に出て殿下をお迎えする。聞こえていた。イヤホンの感度は良いようだ。わかった。1901より20706、退位の準備が完了した。謁見を開始する。うん。そなたがサギリか。は、拝謁の栄誉を賜り誠に恐悦至極にございます。私は帝国本土防衛軍帝都防衛第一師団第一戦術機構連隊所属、サギリ直哉大尉であります。面を上げるがよい。は。こたびこのような形でそなたと顔を合わせねばならぬこと、誠に遺憾です。殿下に多大なるご心労をおかけいたしましたこと、途端の苦しみでございます。されど帝国に救った逆賊どもを討ち、すべての膿を出し切るまで今しばらくの間ご容赦を賜りたく存じます。私はそなたたちをかような立場に追い込んでしまった、自らの不甲斐なさが口惜しいのです。殿下、そなたの声明にあったように、帝国議会や軍の在り方と私の意思との間に浅くない溝ができてしまっていたことは事実です。されどかの者はかの者なりに国と民とそして世界を思い、それを救うために力を尽くしてきたに違いありません。その思いが純粋であるがゆえに齟齬や対立が生まれるのは
往々にして起こりうること、そしてそれを御しきれぬ我が不徳こそが責められるべきなのです。恐れながら殿下、将軍のご尊命において行われるべき祭りごとが殿下のご意志と違えているという現状こそが許されざることなのです。無論人のなすことに絶対はございません。ですがそれを正そうとする心を持たぬ輩は殿下のそのようなお言葉ですら都合の良い隠れ蓑に利用しているのです。齟齬が生じたならばそれを正すのは殿下ではなく政府や軍でありましょう。しかし残念ながら今の彼らにそのような自浄作用はもはや望むべくもありません。先の帝都での戦闘の際、仙台臨時政府から伝えられた殿下のお言葉は即時無条件武装解除でした。しかもその命を伝えられたのは帰り見るにすでに殿下が帝都城におられないはずの時刻。大方かの者たちが握りつぶそうとしていた折、殿下のご不在を知り急遽偽名を発したのでございましょう。なぜ殿下は全軍に戦闘をやめるように命令しなかったんですか？もちろんしたと。え？だったらなぜ？悪い癖が治っていないな、白金博士。そういう現状を嘆いた連中が決起したんじゃないのか。幸い私どもは誠のご加盟の内容をさる信頼できる筋の者から聞き及んでいましたので、かの者の関係に陥ることはございませんでした。私が決起せし同志たちに戦闘停止を命じたのはかの者たちが用意した偽名のはるか以前にございます。されど何故かの者たちは殿下の命を私どもに伝えなかったのか。恐れながらかの者たちこそが逆賊。殿下がお心を痛める由は微塵もございません。先ほど帝都で戦闘が始まった。未確認ではあるが帝都城を包囲していた歩兵部隊の一部がこの衛軍部隊に向け発砲したことが発端らしい。それに対しこの衛軍第二連隊が全力で応戦、サリー隊員の戦闘停止声明も発表されたが混乱は収拾できています。そなたの申すことはわかります。されど今の帝国のありさま、これが将軍である私の責任である由は何ら変わるところではない。アメリカ軍や国連軍の介入を許してしまっているのもまたしかり、ゆえにそなたたちが私のために血を流す必要はないのです。殿下、恐れながら殿下の潔く崇高な御心に触れ万感こもごも至り心洗われる思いにございます。しかしながらアメリカ軍及び国連軍の介入は重大な内政干渉であり国家主権を脅かす蛮行である事実は決して変わることではありません。ことここに至りようやく賜りました機会。かかる事態を招いた不面目を棚に上げてでも殿下にお伝えせねばならないことがございます。申すがよい。こたびの件はアメリカの思惑を成就せんがための計りごとにございます。帝都での戦闘は
帝都城警備の近衛部隊に対して我が同志部隊が先制攻撃を仕掛けたことが発端となったとされています。結果的にそれは事実であります。されど部隊指揮官は発砲を命じておらず、一兵士が暴走し上官に射殺されるまで発砲を続け、反撃に出た近衛部隊に対し撤退しながら応戦したというのが事の顛末です。そして不思議なことに、同じ時刻に同様のことが帝都城の周囲数箇所で発生いたしておりました。その中のとある部隊の将校が命令を無視して発砲した兵士を射殺せずに逮捕し連行してきたのです。精査の結果、その兵士はアメリカ諜報機関の工作員であることが判明いたしました。極東での復権を望むアメリカ政府はアメリカ軍派遣の口実を作るため帝都での騒乱を望んだのです。帝都の戦闘からアメリカ軍が殿下を救出し保護し、日本の騒乱を平定する。これがアメリカの当初を描いた筋書きです。そしてまたアメリカ軍をたやすく引き入れ殿下の戦闘停止命令を握りつぶした仙台臨時政府の者たちこそが帝都を戦火にさらした張本人なのです。さりとてそれを許した私の罪、拭えるものではないことは重々承知しております。そこまで国を、民を、この公務員夕日を思うのならば、何故そなたは人を斬ったのですか。殿下、血は血を呼び争いは争いを生みます。そのような死儀をもたらしたそなたたちのこたびの行い、それは私や民の心を汲んだものだと本当に言えるのでありましょうか。将軍の意思を民に正しく伝えることがそなたたちの本意であったとしても、それが伝わらぬ者、それを阻む者を排除することが許される道理があろうか。それを許すのであれば、天元山の人々を力ずくで排除した政府を非難する資格そなたにあろうはずがない。民の意思を語る資格があろうはずがない。国とは、日本という国は民の心にあるもの、そして将軍とはそれを民の心にある日本を映す鏡のようなもの、私はそう考えています。もし映すものがない鏡があったなら、それはなんと儚い存在であろうか。
日本を守るというのはすなわち民を守るということ。民のない国などありはしないのです。そなたがそれを一番分かっていながら道を誤ったのです。されど未だそなたたちに残された聖堂があります。そなたの過ちを注ぐ道が、一刻も早くこの争いを終わらせ民を不安から解放せねばなりません。そしてそなたの志に賛同する者たちを一人でも多く救えるのはそなただけなのです。今ここで帝国軍やアメリカ軍、国連軍の将兵を一人でも多く救えるのはそなたしかいないのです。日本の行く末を憂うそなたの思い、そなたの志はこの私がしかと受け取りました。これより後は常にこたびの剣を戒めとし、民のため日本のために尽瘁する所存です。公務員夕日の名にかけてそなたに誓います。殿下。ありがたきお言葉の数々、我が身には過ぎる栄誉にございます。殿下、我が同志の将軍、くれぐれもよろしくお願いいたします。サギリ隊な、白金、殿下をお守りしろ。下がれ。なぜなんだ。応答せよハンター2。テスレフ少尉、攻撃を中止しろ。やめろ、やめてくれ。タケル、行かせてくれ。何をしている白金、下がらんか。まだ、今ならまだ間に合うかもしれない。だが、電気部、作戦の第二シーケンスに行こう。兵器使用自由。了解。丸一、丸四、遅れるなよ。訓練を思い出せ。了解。了解。タケル、何がどうなってる。よし、プラン A 第3フェーズに行こう。第3フェーズに移行した。前期3回フラットシザース。了解。今よ。外した。クレスト、よくやったな
うまくおびき出してくれたおかげだ。お前たちはまず新 OS の特性を生かし、とにかく動き回って逃げることを考えろ。了解。次が来る、気を抜くな。抜きだ、ハンター3、行ったぞ。よし、いただきだ。チキショー、かわされた。バカ野郎、そっちはルーキーどもが。少年、来てます。ヨンキー、やるしかないよ。すごい。ヨックども、大丈夫か。これ以上下がるな、上がって合流しろ。了解。ミキさん。戦場でぼーっとしない。目の前に敵が来たら撃つのよ。イルナ少尉、ミキさん、早く。ここは私たちが何とかするから、あなたは早く合流しなさい。はい、ありがとうございます。ミキさん、大丈夫？このまま2070に合流するよ。はい。イルマ少尉のマーカーは消えた。ミキさん、イルマ少尉、ミキさん、しっかりして。イルマ少尉、被弾したのか。集中しろ。私のことは気にするでないぞ。ハンター1より丸6、このまま逃げろ。訓練兵にしては良い動きだ。その調子で交代しろ。2070、丸6に続け。了解。丸1、丸4、ついてこい。遅れるな。了解。傲慢なるアメリカ人よ、これ以上邪魔をするな。すでに注意に言われた通り、私は貴様たちを少々侮っていたようだ。だが、私も合衆国に忠誠を誓った軍人なのだ。祖国の国にかけて、ここを抜かせるわけにはいかないのだ。終わった限り国は変わる。我が行くは決められたけど、引き返すことからわん。なれば、うわぁ。何、人のことだったら上回るだ。バカ。せめて殿下の御心をないがしろにする輩を取り除くのみ。すぐに参る。先に行くがいい。タケル、なんだ、少佐がどうされたのだ。なんだと。落ち着け。
各機下がれ。つくよみ、貴様らの叶う相手ではない。邪魔だ。大丈夫よ。〇〇より各機全機交代せよ。目標は、くよみ注意か。下げたい。これである貴様、なぜアメリカの貴様を撃つような真似をする。貴様の他者に隷属することを良しとする日和見主義者か。どうした注意、答えろ。答えてみせろ。日本は全人類への奉仕という大義に酔い、潔癖や特技を軽んじ忘却していった。我らの先達は日本をこのような国にするために死んでいったのではない。今目覚めずして、いつ日本は救われようか。裏切りたい。何か言いたくなったか。機関らは見事その先導となったと信ずる。機関らの所業が人々の心に潔癖や特技を目覚めさせたと私は信ずる。されどその術は外道。元より覚悟の上、外道に甘んじ、それでもなお命を懸けて国を正そうとしたそなたたちを私は誇らしく思う。外道は外道、それ以上でも以下でもない。せめてもの手向け、解釈つかまつる。神聖に先駆け、散るもまた宿命。あとはよろしく頼む。本日人さん二さん、最後まで抵抗の意思を示していた市ヶ谷駐屯地の反乱軍部隊が投降。これをもって仙台臨時政府は今回のクーデター事件の収束を宣言した。そして先ほど仙台臨時政府は帝都に出されていた戒厳令を解除。現在緩やかにではあるが、関東周辺の都市機能は回復中である。捧げ！進！
207訓練招待、気をつけ。日本帝国征夷大将軍公務員夕妃殿下に対し敬礼。楽にしてください。休め。こたびのそなたたちの働きにこの夕妃感謝この上なく思います。ありがとうございます。こたびの件はこの国の、そして世界の多くの人々に深い悲しみを刻みつけてしまったことでしょう。人と人はこのような形で血を流さねば前に進めないのでしょうか。私はそうではないと信じています。そしてそなたたちこそがまさにその希望なのです。多くの当事者を要する207小隊が共に力を合わせ、滅私の精神でことにあたりかかる困難を克服したよしは、まさに崇敬の念を禁じえません。こたびの剣を戒めに、そしてそなたたちが示した規範を胸に、私は将軍としての責務を果たしてゆく所存です。国連や帝国、そして人それぞれ重んじるものに違いはあれど、その目標とするもの、根源的な願いは一つであると私は信じています。人類の未来をよろしくお願いします。はい。そなたに心よりの感謝。鎧。はい。第11軍警務隊本部から貴様に出頭要請だ。え？彼らについていけ。了解。心配するな。まだ何で呼ばれたかすらわからないだろ。大体何かあったとしても、訓練兵風情が MP の世話になることなんてたかが知れている。今日と明日は予定通り基地内待機だ。後日現場調査に駆り出される可能性があるので、それまでに十分体を休めておけ。はい。以上、解散。敬礼。行こうか。なんだその話、今はしたくない。許すがよい。なんだ。いや、なんでもない。
が不信になります。日本国民の皆様、ならばにわたり多大な苦難を強いていること、誠に申し訳なく思います。こたびの事件は我が国の国の過ち、ひいては私の至らなさを正そうとしたがゆえの決起であります。イルマ少尉、かの者たちの署名を必ず許されるものではあなたの故郷に。されど日本の目覚めの願い、やむにやまれて立ち上がったその志までを軽んじることはできません。私たちが心に刻まれて変えられるべきは、日本人としてあらず誠の姿になると思い立てました。それについては人類の一丸となる強大な敵に立ち向かうための力となるでしょう。皆様の戦乱の終わりは未だに、皆様の心には不安の大きなうねりとなって押し寄せていることです。これで帰れる場所はなくなったわ。今という時代に強靭な精神を持って歩まねばなりません。よくヤクザの一番をカラカラに引きざるを得なかった彼らは、身をもってそれを示そうとしたが、私たちの心の今再び誇りと力を呼び戻すために、ザラにあらぬものがありました。さて、得るべきものが何かに分からず、ザクラの拳を振り回したところで、父さん、望むものを得ることは決して叶わない。生きてるよね。若者たちの痛みよく心がけを引き、私たちの失敗が勝利と平和を勝ち取るため、共に力を乗り越えてまいりましょう。日本国民の皆様、彼女の共に広がる道を歩んでまいりましょう。